ロイターから引用させていただきます。中国外務省報道官は24日の定例会見で、ウクライナ情勢に関わる各国に自制を求めた上で、ロシア軍の行動について、海外メディアが表現するような、ウクライナへの侵攻ではないとの認識を示した。これが侵攻じゃないなら、一体何が侵攻なんですかね。あれ、おかしいな。私の記憶が正しければ、確かプーチン大統領が、軍事侵攻を表明していたはずですが、違いましたかね。この理屈なら、中国は同じことされても、侵攻じゃないのでオッケーってことなんですかね。どう見ても、この時代に侵略戦争をするやべえ国なんですけど、中国はそんなやべえ国の肩を持つ気なんですかね。いやぁ、ちょっと侵攻の概念を、改めて見直す必要がありますね。これは、中国が今後どういう立場を取るのかについても、注目したいですね。やはり真っ先に頭に浮かぶのは、台湾問題です。侵略じゃないので政府、とかいう暴論で、台湾を取りに来たりしないといいのですが、あの侵攻には正当性があるとか擁護すると思ったら、まさかの侵攻ではないときました。侵攻の概念壊れちゃう。最後までご視聴ありがとうございました。